占い師。占い結果、初日はランダムに占われます。占い結果は、人狼ではありませんでした。そのままお待ちください。朝が来ました。初日の襲撃はありません。4番さんが発言します。失礼いたしました。僕からですね。なんだろう。とりあえず思ったことを2周目言おうかなと思ってますけど、なんだろうな。ごめんなさい。何の準備もしてなかったから。何話そうかな。まあ、占い師さん。お前の人は嬉しいわ。なんか、普通にアグロを追わなきゃいけないところだから、俺占う可能性があったからよかったわ。発言の精査をしていきたいかな。お前の人はもうアグロを追わなくてもいいけど、ただ。感じかな。そうは。役じゃないやいいな。特にないっすね。ごめんなさい。色落ちせずで。黒人とかならどうなんだろう、この人。5番の人って。うん、5番さんが発言します。はい、お願いします。特にしようないです。まあ、4番さんの言っていた、占い師1周目で出てほしいっていうのは、私も一緒かなって思ってる。まあ、占い師の話は、より多く聞けたらいいなっていうふうに思っているから。まあ、あと4番さんに関しては2周目発言を頑張るとのことだったので、ちょっと2周目一かなっていうふうに感じました。まあ、私からお願いしたいのは、まあ、わかりやすく簡潔にちょっと皆さんに話してもらいたいなっていうふうに思っています。まあ、結論から話してもらえるとすごい助かるかなっていう感じですかね。時間制限もあるんで。結構なんか全体に触れて、なんか早口で喋ってる方とかいるんですけど、ちょっとそれだと分かりづらいので、まあ、分かりやすい用語でまとめてくれるとすごい助かるなっていうふうには思います。うん。まあ占い霊能はなるべく一周目出てきてほしいなという感じですね。以上です。6番さんが発言します。はい、占い師でした。5番さんの望み通り初日に出ました。5番さん指導ね。まあ、狩人は基本的には自由に動いていいと思ってます。まあ、一個、なんだろうな。まあ、村は結構俺は足並みを揃えてやっていった方がいいと思ってて、なんか一画してる霊、あ、一画してるさ、例えば霊能とか狩人の進行を村が納得できずにぐちゃった時って結構俺村負けるなって思うんですよ。だからある程度やっぱ進行っていうのは、まあ一画してる人物が取っていって方がいいかなと思いますね。安定進行希望です、基本的には、私は。まあ、よっぽどなことがない限り。まあ、4番さんに関しては結構リラックスしてる人物だなっていう印象を受けましたね。あんまり正直言うと狼っぽくないなっていうのは若干感じました。初感ですけど。ぐらいですね。まあ、村はあとは思ってることを言ってもらうと、俺は精査しやすいですね。もちろん発言精査もしていくんですけど、なんか村っぽさとかもそういうところで拾えると思うんで。以上だ。7番さんが発言します。はい、自分が真の占い師9番さん白です。9番さん白です。6番さんに関しての内訳はちょっとまだわからないけど、4番さんに触れた時に4番さんはなんかリラックスしていて人狼っぽくないなって、自分は全くもってそれを思わなかった。4番5番ってむしろ2周目なんじゃないかなって思ったから、まあ、強靭の線も高いかなとは思ってるけど、まあ、今の段階ではそれぐらいですねって感じです。5番さんが結構みんなに要求が多かったなと思って、自身で何かその自分も気をつけますみたいなことはなかったのかなと思って、その発言だけは5番さんちょっと気になった。めっちゃ要求するじゃんって思いました。はい。
まあ思ったことは言っていこうと思うんで、印象悪かろうが何だろうが、村に情報を落とすためには自分の思っていることを隅から隅まで話すのが一番いいかなと思って、はい。まあ黒当てれるように頑張ります。キューバさん、白でよいです。8番さんが発言します。7番、臭いなぁ。6番も新っぽくは思ってないけど、なんか思ったことをいっぱい述べる、みたいなこと言ってたよね。5番さん、なんかいっぱい言うなぁ、みたいな。押し付けるなぁ、みたいなこと言ってたけど、良くない?別に。4番さんがあんな感じで終わったから5番の思考で落としたわけでしょ?進行のこういう風にやっていきたいんだ、みたいな。めちゃくちゃ良かったと思うけどな。4番の視点って、後半一の狼が出てくる想定の、相方の狼、もしくはなんか役職持ってなくて、なんか気抜いてる人みたいな、二面性あると思うんだよね。まあ、4番の発言家から、ちょっと狼っぽくないなとは思うけど、6番が4番の狼っぽくないな、その、片方だけしか取っていない様っていうのが、なんかすごいあんまり危険視していない要素が感じたから、なんかちょっと、まあ安定思考を取っている6番だからそうなのかもしれないけど、ちょっとそこも危ういなと思いつつ、7番がなんかちょっとおかしい。9番さんが発言します。お願いします。まあ、8番さん結構制裁意欲感じたかなっていう感じでは思ってます。ここが狼やったら怖いなっていう印象で、4番さんなんか全然私なんか電波が悪いところにいて、ちょっと全然聞こえてなくて助けに行ったんですよ。だから4番さん一切聞けてないんよ。あ、これは私のオチとやけど、で、5番さんの途中ぐらいから聞こえて、なんか結構発言してたんすかね。ごめんな、汲み取れてないんよな。まあそれはあるんやけど、6、7、まだ後方に結構いるんで、もしかしたら3、4とかになるかもしれんし、このまんまやったら6、7精査で、まだ間に合うと思ってるんで、まあただ8番さんが結構6、7どっちともに触れてて、まあちゃんとこういうとこが怪しいんだよな、で6が深夜った場合危険思考だなとか、まあうん、狼やったら怖いなっていう感じで思ってるぐらいです。群れやったらいいなぐらいですかね、8番さんに、8番さんやな、に関しては。はい、また2周目発言しますね。あなたの発言です。はい。まあ、霊能が比較すると思いますが、霊能が、まあ、仕事ができる人だったらいいですよね。仕事ができない人なら、白を見て、なんでその人をするんだって人つって、白を見て、いいんだったって後悔するでしょうね。うん。盤面知らないのかっていうレベルで。うん。その人を捨てた瞬間、もう白が見えて、確定で白が見え、後悔する。霊能がちゃんとしろって話です。6番が分かんないです。前の位置に行ってたら人狼かもしれないし、7番後半位置に行ってたら狂人かもしれませんが、逆かもしれませんけどもね。なんで5番にしろったんだろうなっていう不思議な感じはしますけども。はい、6番が狂人で。4番に関してはだからやる気ない人外もあるかもしれないし、気を抜いてる村もあるかもしれないから分からないです。まあ、8に関しては6、7どっちかに触れてるんで、仮にライン切ってる可能性はゼロじゃない。9番だと7番に囲われてるかもしれない。うん、はい、以上です。はい、2番さんが発言します。はい、お疲れ様です。初日1周目よろしくお願いします。で、1番さんって6番さんなんや。いきなり強人視されるんですね。自分結構、6番さん、7番さん占い師対比した時って6番さんシーンかなと思って、6番さんのその4番さんに触れた感じって自分も同じ感想です。なんだろうな、8番さんはこうその両面性あるからそこを捉えてないと危ないんじゃないのっていうのは6番さんに投げかけてましたけど、自分は単純に4番さんのなんか準備してないっていうのが村の様に見えたんですけどね。どうなんですかね。ぐらいかな。7番さん片白のですね。6番さん5白だから5になんかだいぶ殴ってるって印象あったんですけど、まあ、2周目どうするんですかね。なんか、そこじゃないんじゃないかなって、どっちかしたら、こう、形の5番に4番に触れるべきなのかなって、私は、時間費やすべきなんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、発言だから、っていうのもあるかもしれないですけど、まあ、順番的にですね。はい、以上です。3番さんが発言します。
自分は4番さん、あの2番さん、直近の2番さんが言ってたけど、自分も村4番さんのことは村っぽいなって感じてて、理由はそのおのおのみんな言ってたんですけど、まあ、2番さんか主にそのリラックスして感じで、なんか人狼だったらなんか出ようかなって、出ようかなっていうか、4番さんの村っていうか、そのリラックスした感じが村に見えました。でその、まあ、同じじゃないけど、僕はその8番、そう2番さんとちょっと違うのが、8番がその6、7の精査、あそう精査してたんですけど、僕はそんなに8番さん印象良くなかったです。理由に関してはあのつけすぎると良くないなって思ったから、そこに関して9番が8に印象で、救急車、4番さんが発言します。はい、1番さんご指導、2番さん例の、なるほど、1番さん気になったけど、占い師のカードを持ってるから6番さん強人。いやでもね、1番さんの視点から6番さんが5になんで白を打ったんだろうって、強人でとかって言うんだったら、普通に狼っていう発言が狼だからこそ、5に白を打って、票を取りに行ったんじゃないかっていう考察になると思うんだよね。あんまり1番さんの発言からも1番さんの芯を得ないなと思っていて、2番さんも気になったけど霊能ということで OK です。3番さんも騎士ね、はい、把握しました。占いに関しては6番さんは2周目かな、7番さんは、ゴロータッチはみんなが言ってた通り7番さんの思考なのであれば、5番さんって印象良くなるはずだと思ってるから、殴ってはないのかもしれないけど、まあ、そこが若干2番さんで気になったところだけど、7番さん自身5番さんが印象良くなると思う。だから8番さんの指摘は合ってるかなと思う。8番さんの、まあ、6番さんに対してなんだろうな、言葉は優しいんだけど厳しいかなとは思った。まあ村っぽいっていうところ、両面性を取れたか取れてないかっていうのは分からない中で、まあ村っぽいっていう視点を6番さんって落としてるから、今のところ占い精査で行くなら俺6番さんが、落ち度がないっていう感じかな。正直発言で一周この順目だからね、めっちゃ芯だっていうわけじゃないけど、7番さん1番さん、こっから俺は芯をあんまり拾えてないかなと思って、いらな、どちらかとか行きたいかな。5番さんが発言します。いや私も4番さんとさ同じこと思ってるんだよね。まあ、おそらくまあ心、強、ローで出てるんじゃないかなとは思ってるけど、まあレアケースでローロー心でやってる場合もあるんですけど、まあ、その1番さんのなんかボソボソ言ってた、その、なんか6番さんなんで5に白打ってるんだろう、強人かなっていうのは、その発言の意図はちょっと気になるなって思ったんで、まあ2周目話してほしいなって思う。まあただ占い師として、占い師を持っているのかな、わかんないんですけど、まあ1番さんのその霊能に対しての信仰の圧のかけ方はちょっと村感情なのかなっていうふうには思いましたけどね。うん。まあ、まだ占い師としての発言を1番さんに関しては聞いてないから、2周目期待したいなって思った。で、まあ、7番さんに関しては、なんか、いっぱい思ってること話してほしいって言ってる割には、私はなんか皆さんになんか求めすぎだっていうふうに言われたんですけれども、そこはちょっと矛盾してるなっていうふうに思っちゃった、私も。うん、まあちょっと芯だったら頑張ってほしいなっていうふうには思ってますね。そうだから4番さんも言ってたけど、まあ、17に対してすごい疑問に思ってることがあって、まあ、ただ6番に関してはまだ疑問点が一つもないから、6番さんがこの中でだった今の現時点で芯っぽく見えるなっていうのは分かります。すごくすごい同じ思考を持ってる人物だなっていうふうには思ったかな。うん、あ3番騎士ね、把握、まあ、8番さんに関しては私と違う視点を持っている人物で、9番に関しては話が聞けてなかったから、まあ、2周目頑張ってほしいなというふうに思います。6番さんが発言します。
まあ、1番さんと7番さんが対抗ということでですね、まあ、仲良く殴り合っていきましょうというところですね。まあ、1番さんがまあ盤面で見ると狼に強く見えてます。で1番狼に見たとき7番の強人が9番の城を囲って1番が出てくるっていうのが見づらい。だから相方1っていうのが4番8番にいるとは思ってて、どうだろうな、8番さんに関してはまあ単体で別に本当に黒要素は拾えておらず、なんなら正しいことを言ってる人物に思えた。ただ4番の方が俺は村っぽいとやっぱ今でも思ってて、まあ、狼同士、例えば1番と4番狼同士で、まあ、会話が発生している中で1番が占い出るってなった時に4番が発言を何もしてない、何の準備もしてない狼像にはあんまり思えてないですよね。特に相方が占い出た場合っていうのは2、1番面形成されても初日釣られたほぼ負け、まあ、こうやって3、1番面っていうところでしょ。でもグレイチのラストウルフの行動にはあんま覚えてない4番さんがね。だった時って、まあ1番さんが出る理由としてはある程度相方位置のところが HP が高い人物かなと思った時に、まあ、8番さんっていうのが浮上してくるっていうぐらいです。まあ、ちょっと単体の黒要素も拾えてないんで何とも言えないんですが、現状そういうふうに見えてる自分はね。まあ、1番から釣って1番で黒結果が落ちるけど、多分6番狼視点どうなんだろうな、6番7番のサイが決まってなくても紙起こすんか、適当にとりあえず。で、グレーヌに逃げ切り勝負になるんか。まあ、自分は集まりそうな方に入れますね。で、明日4番、8番、色結果つけたいと思ってます。どっちかにね。以上です。7番さんが発言します。自分的には内訳は1番強人6人狼だと思ってて、っていうのも1番さんの発言から6をまず強人で真っ先に置いたことと、あと1番さんって発言の最初に霊能者は一角するでしょうねって言ってるんですよ。9人局の霊能村って霊能対抗出るのって強人がの可能性が高いから、そういう発言ができるのって1番自身が強人だからなのかなって今では思うかなって感じなんですよね。これ2番さんと3番さんが役で出てて、あ、4番さん切れちゃった。役で出てて、みんな4番さん印象がいいって言ってるけど、自分は全く本当にそれが理解できなくて、まあそれだったらみんなと思考が違うからあれなんだけど、何の準備もしてなかったのが人狼っぽくないっていう性質だって、なんかめちゃめちゃ違和感というか、自分にはない思考だなって思ってるし、6番さんとか5番さんが、あ、違う、4番さんが6番さんを今のところ落ち度がないって言ってるけど、6番さんの1周目の発言しか聞いてないですよね。なおかつ4番さんの発言があって、まあ2周目頑張りますみたいな。で、5番さんがみんなに要求するスタイルを取っていて、6番さんがそれを、まあなんか5番さんに白出てるから4番さんはまあなんか印象いいよねみたいな精査しかしてないのに、なんかみんなが4番さん村置きで6番死んでみる理由が全くもって自分は納得がいかんって感じなんですけどね。はい。なんか8番さんにも臭いって言われたけど、何が臭かったのか自分にはよくわからない。自分は思っていることをちゃんとみんなに伝えて、それがあれなんだよな。なんかヘイトを買おうが何しようが、思ってることは言った方がいいと思うから、まあ、みんなとちょっと、この村のみんなとはちょっと思考が違ったなって感じですね。自分結構4、6、ローロー、1強とかで見ちゃいますけどね。8番さんが発言します。7番さんは思ったことをいっぱい言ってほしいって言ったにもかかわらず、5番さんがいっぱい言ってこうしてほしいって言ったことに対して、いや、求めすぎだよ、言いすぎだよって、いっぱい言ってるよ5番さんはって言ったところが矛盾してんなって思いました。いや、白くなったな7番さん。なんか1番が強だった場合って、6、7で狼が出てるから、いや、なんか狼が霊能で出ない、自分が霊能出てないから霊能一角するんかなっていう発言なんか出そうだなって思っちゃったな。2、3に言いたいんだけど、4番が例えば4、1とかで1が占い師に出るとか、なんかそういう状況だった時に4番が占い師で出ないっていうのが分かっている状況か、特に考えてなかったやっていう思考って全然あるから、なんかそこをなんか気楽な感じでやってるから村っぽいんだは、なんか二面性としてはあるって言ったけど、それでしか取らないのは危うすぎるって、両方の役職が言ってるのはやばい、マジで。そこだけはちょっと考え直した方がいい。別に4が黒とは言ってないけど、ただ6番の発言から8番は何にも悪いことは言ってないな、むしろ真っ当なことを言っている、ただ4番が村っぽい、
あの9番はあの相方として相方像としてはありえないって言った6番にとって、じゃあ真っ当なことを言ってる8番がサイクロイチになるっていう発言になっちゃうんだけど、6番そういうところは言えてない、言うべきじゃったんじゃないの。なんかどこもなんか叩きたがらない感じが、ヘイトを向けたくない人狼、あの人外にしか見えなかったかな。6行こうかなって思いました。9番は2周目頑張ってください。わかりません。9番さんが発言します。うん、今の感じでいくと7番さんのシーンは結構あるかなと思ってるし、私に知るやし、で6番さんの発言も8番さんが捉えてたように、その最終着地言えてないんですよね。なんで強靭臭いんかなとも思ってるんよ。でも強靭やった場合に前方に打つかっていうところで強靭ムーブ取ってる狼の可能性もあるかなって思ってます。でもね、でもね、一番さんの位置で、まあ強靭でも全然追えるよ。霊能一覚する、僕は強靭ですって教えてる、うん、6に強靭塗りしてる、うん、それはさ、真でも捉えられる話。6はなんで5に白打ったんかな的な感じと、だから強靭じゃない、あ、強靭じゃないっていうかなんか言ったけど、それは違うと思うんやけど、もう捉えられるし、霊能一覚するような動きにも捉えられるけども、結構ね、すいません。私、5、6っていうの結構見えてて、5番さんの発言は結構みんなにあの、ヘイトを向けてないんですよね。頑張ってください。9番さんも2周目聞けてないから頑張ってください。8番のセイ様良かったけど、頑張ってください。的な感じで、みんなにヘイトを向けてないんですよ。で、5番さんがその1番さんの芯があるって言ってるところから、5、6が濃厚なんかなとは、着地は思ったかな。今、なぞってて話し聞こう、あれしてた時に。うん、かな。とは思ってるかな。7が真人やない ?7 番さんが真やと思います。発言的にも、あの、違和感なかったですね。全然。とは思ってます。うん。かな?黒落とすやったら6の方が濃厚かなって。まあ、6、1番さん2周目聞いてないからね。6、1セッサでいきたいと思ってます。狼臭い方を釣りたい。みんなで釣ろう、狼を。あなたの発言です。はい。霊能が一角したら、盤面真の一番釣るっていう、やばい霊能がいたら負けますっていうことです。はい。遺言は別に残せません。色を見て白が出ます。それで判断できなかった村が弱いだけです。基本的に話を聞かないっていう点で4番占う価値がないんで8番9番占います。5番は白持ってるからいいけど、まあ基本的に3番も話聞いた方がいいですよ。6番の色の前の付け方がローである。7番は後方位置塗ってるから強靭である。そこから結論入ってます。次に6番強靭であれば、5番に、白を打つ。まあ、まっとうに見えてるところに白を打ってるのが不思議だなというふうな発言をしてますんで。はい。どちらかというと6番をローで見てる話ですね。はい。しっかり話を聞いてほしいと思ってます。6番に関しては、8番だけ触れてます。普通に考えて、仮に1番を地元で置いたら、9番で囲われたから、7番9に囲われたから出てきたとかさ、1、4でライン切ってるって話は出ないのかなっていう、思います。あと、1番の強靭の視点はないのかなっていう、6番には。はい。まあ、6番、人狼、7番強靭の可能性がある。7番が、一応6、7のね、老老囲いっていうのも、老老も一応、1% は追ってくださいよ。うん。7番普通に考えて盤面的に1番が人狼に見えないですかっていう。うん。強靭で見て6番が狼に見えてるから7番が強靭の可能性があるのかなって思ってますよ。はい。うん。まあ一応8番9番が6番釣ろうとしてるから逆かもしれないけどね。まあ、シンプルなら6番4番とか見えるけど逆かもしれない。6番が強靭とかだったら8、9が7、78とか79あるかもしれないけど、占いは8番9番に使いますね。2回使えばここに使います。はい。はい、以上です。2番さんが発言します。はい、お疲れ様です。2週目よろしくお願いします。いや、ごめんなさい、俺、一番さんの話、一生懸命聞いてたんだけど、全然、最終的な、なんだっけな、着地点が私、聞き取れなかったんだけど、結局、6番ローで見てるってことなのかな、一番さんって。それちょっと分かんなかったんですけど。まあ、多分、8番さんに言われたことは分かります。正直なんですもんね。だって、4番さんに、大した発言、私もその、
なんかちょっと半分メタ入ってるような感じだったんで、そこは十分見直す部分だと思うんですけど、要は村として一番どれがいいのかなっていうのは、要はだから7番さん落とした場合って、6番さん1番さんってあれでしょ、もう9行った方がいいわけだし、でも6番さんで違うとこ見てましたもんね、4、8って言ってて、7番さんもね、7番さんって9で、あでも5見てなくて、やっぱ4番さん見てたんですもんね、7番さん多分。でも正直自分8番さんと一緒で、2周目は7番さんの盤面上の推理っていうのは自分一番しっくりきたなっていうところあります。はい、で2周目に関しては6番さんはちょっとこう、なんだろうな、初週の感じからするとちょっとこう押したなっていうのは、自分も思ってますね、確かに。そこは一緒です、8番さんと。うん、いや、1番さんにだいぶ圧掛けされちゃったんですけど、どうすんのかな。自分とこ投票するとあえて言わないですけど、いや、自分で考えればいい。明日黒出るといいなって、まあ、別に6、7なんでなるけど、まあ、一応強靭とか地のに見えてるなら、それはそれまでだから。8、9番さん、6いくんでしょう、現状。ちょっと考えて、どっちか、6番さんか7番さん、どっちか投票しようかなと思ってます。以上です。3番さんが発言します。今現状芯で見てるのが7番さんで、その461ローの46ローの1強陣っていうのが6釣ってくれるならありがたいっきりしたんですけど、6釣ってくれるならありがたいんだけど、誰かが言ってたんですけど、8番が黒の場合っていうのは怖い位置かな、誰も言ってないかな。あ、ただその9番さんがね、5番さんに求めてるあれは、多分5番さん視点、1番さんの占い師としての発言が聞けてないからっていう前提だった。占い師の発言してたけど、ね、ここに関して5番さんに求めるっていうのは良くないんじゃないかなって思ったから、なんか9番も黒いなって思っちゃったんだけど、そうなった場合って67かから行く、そうだね、厚書きされたけど、一番さんに俺もうんーって思ったけど、67のどちらかに行くけど、霊能が67でどちらかの色見たいってことだったら67に合わせます。僕も投票先言いませんけど、どちらかに行きます。以上です。何これ、投票してください。アバターをタップして選択できます。9か8占うけど1回しかつけられないからきついね。4、8、9番に占いを使うか。7番、6番黒だった場合にめんどくさいしねっていう。9、8どちらでもいいから、8番あたりに色つけてやろうな。でもちょっと投票を終了しました。追放されるのは6番さんです。まあ6黒なら4番がオートでくあれになるから放置するわ。6番さんが発言します。放置するわ。そうか、俺から釣られちゃったか。8番さん9番さんどっちかと思うんやけどね。だってさ、8番さんと9番さんが言った7番の新要素、これなんか2番さんも言ってるんやけど、なんか7番が一番強靭を追う視点っておかしくない？1番が狼であってもその霊能って一角するよねって発言なるよ。だって狼視点、6番7番で新境が出てるし、1番が強靭であっても狼と新が出てるから霊能一角するよねって発言はどっちでも取れるよ。それで7番がそれで1番の強靭を追ったところが新っていうのはちょっとめちゃくちゃかなって思っちゃうんだけど、どっちかというと、まあ盤面で、まあどうなんやろうね、1番9番ローローって見にくいんやけどね、9番さんの方がかなり怪しくは感じちゃったかな、2周目の発言聞いて。まあ、明日しっかり釣り切ってください。ラストウルフはほぼ9かなってなってるかな、9、8むずいけどね。6釣ってんなら9、1ロー。以上です。0じゃなくね。8占いたいけど、8でも9でもいいけど。夜になりました。占う対象のアバターをタップして選択してください。あ、もう6ローなら4番は大きく釣れるから、もう9番の白作った方がいいよ。
9番の仕事だ。6、7のローローとかゼロじゃないと。占い結果は人狼でした。やっぱりそうやな。もう露骨すぎて言葉出ねえな。おかしいな。昨夜襲撃されたのは3番さんです。4番さんが発言します。何キロ何キロ中黒くしろ。昨日7番さん言ったのはね、なんかみんな別に俺5番さんから単品でそんなに黒要素って思ってなくて、で5、6、ここを一旦なしで考えたときにみんながみんな7番さん真っていうのが気持ち悪くて7番さんに入れてみました。で1番さんが6番さんをローで見てたっていう発言だったのかな。いやそれはちょっとごめんなさい、分かんなかったね、1周目の段階で。だからなんか1周目の段階のその発言で言えば、俺は6番さんが強振でなんで打ったのかって、あの発言は、で言われてロー追ってましたって言われても全然なんか俺響かなかったなっていう感じですね。ただまあグレーで言うと9番さんもなんかね、 なんだろうな、その7番さんを死んで見る理由とかっていうのも、あんまりなんかこう8番さんにちょっと便乗位置になってるような気がしてね、全然響かないんですよね。まあとりあえず振り切りでいいんじゃないでしょうか。5番さんが発言します。なんかなんとなく6番さんの芯はあるんじゃないかなっていうふうに思ったから、6、7どっちかに芯だろうなっていうふうに思ったから、まあ分かんないから1番さんに投票しましたね、私は。ただ結構1番の給付度は納得しちゃうんだよな。そうなった時って9黒だった場合、1が死んで、6が強靭、7ローっていうことになるか。なんかみんながみんなね、なんか7死ん、7死んって言ってるけど、私は全然どっちかなっていうふうに分かんなかったんだよね、6、7。9番さんでなんでその人外っぽいなって思ったかっていうと、その私がなんかみんなになんか、なんかヘイトを、なんでヘイト管理してるって言ってるのかな、ヘイト管理私はしているわけじゃなくって、なんか9番さんがなんか初週でね4号の話を聞けていなかったから、普通になんか9番さんの精査が私の位置では2周目できなかったんだよね。だから2周目話を聞きたいっていう風にお願いしていただけだから、なんかそれがなんか人外要素っていう9番さんはどうなのかなっていう風に思っちゃった。やっぱり5、6ローで見てるって言ってたよね、キューバーさんね。なんか7、1がすごい6を釣り殺そうとしてるから、6が死にありそうだなって思ったけど、1の窮屈度は納得っていう感じなんだよな。なんか1番差はおそらくね、なんか強靭では出てなさそうだなって思ってるんだよな。なんか結構強靭だと打てなさそう。7番さんが発言します。あの9番さんって自分が多分村人陣営側にいたとしても自分でも黒いなって思うけど、9番さんって白なんですよ。で4番さん占ってまさかの白だったんですね。なのでラストウルフは5番だと思ってて、5、1、ロロ、6、強靭、5番って1番に票入れてるけど、いやだからこれがうまいなって普通に思ってて、自分が8番にロー目をあまり感じないのは、あの時点で7番の2周目の7番の発言が終わった時点で7番が急に白くなったなって8番がローだったら言わなくていいと思ってるんですよね。2番3番ともに7番のあのなんだっけ印象ってめちゃめちゃ悪いから、8番が人狼だった場合って
7番のことを普通に釣り押しとけばいいから8番にローメはあまり感じないかなって思っていて、なのでラストウルフは5番かなって感じですね。いや4番さん5番さんどちら占おうか迷ったんですけど、まあ安定で4番占ったんですけどねって感じ。自分目線別にどっちでもよかったんですよ。8番のローメアってあんまりないかなって思ってるから、行動がなんかあそこまで意見ひっくり返す人狼ってあんまりいないかなって思ってるから、はい。俺ね負けたら9番さんのせいなんですよ。9番さんが黒いから自分はやることやったと思ってますよ。はい、思ったことはちゃんと言うっていう、あの進行論も掲げてるんで、はい。なので、ラストウルフは5、6番強人の1人狼、1号老老6強ですね。はい、ちょっと、あれだけど、1番強人で置いたのがセンスなかったけど、やっぱり3番手で出てくるのって人狼なんだなって、普通に思って、ちょっと恥ずかしいなとか思ってしまったけど。はい、以上です。4番さんごめんなさい。4番さん白でした。以上です。今日は、1番さん行ってください。8番さんが発言します。はぁ、分かんねえな。1番を1日目の段階で若干新かもなって感じてた部分っていうのが、潜伏している状況下の時に1周目5あ6ナノン精査を仕切ってなかったことだったんだよね。いや、役職占い師で出てないんだったら6ナノン精査しなきゃダメじゃんって絶対に2周目言おうと思ったら潜伏してたから、あ、じゃあまあ精査もクソもなくてどっちも人外かってなって、まあその6番が強人なのかの発言は聞き取れてなかったんだけど、まあそれをまあその強老のそのあれを考えたんじゃないかなって思うと村っぽいかなって思ったんだけど、うん、ちょっとわからんくなったな。とりあえず黒見つけてるから一釣りなんだけど、まあ、7は5、まあ別に8を睨む姿勢もある必要はあるんだけどね、7番時点だと。まあ5白とかってなったら俺目線7が偽ってわかるから、そこはちゃんと占い結果落とし切ってほしいな。7をシンと見てるとは言い、いや、マジで6シーンはあんちゃんあるかなって思ってきちゃったから。あの9番の話はね、なんかいまいち入ってこなかった。入ってこなかったけど、5番のヘイトを管理をしているみたいな発言のところだけは、んよくわかんねえ。もなんか、違うなって思った。そこに関しては、ここはそうじゃないなって思ったけど、それ以外はなんかね、絶対入ってこなくてね。共感も否定もできんかったな。とりあえず1すります。9番さんが発言します。いやー、もうこれは黒塗られただけなんで、もうどうしようもないですよね。どうすればいい、逆にどうすればいいなんやけど、6番さんも私のことを黒って言ってるんですよ。なんで、誰が死んなんかっていうのがもう、わかんなくなるんよね。で、1番さんは私に黒打ってきたから、あ、偽なんやなって。じゃあ、1番さん目線って、7級ローとかで見てるんですよね。7級ローの6強で、7番と9番が1番さんを残して6を釣るんすか。なんか、7、1がやっぱ偽なんかもしれんよね。ってなった場合って、必然的に8番さんが黒になるんよ。1八郎7強か、7八郎1強とか、あら、1強で9に黒打てるか、そしたら皆さん目線って、真か、狼しかないっていう目線やんな。まあ、いや、私、8番さん、狼やったら怖いなとは言いましたけど、本当に狼やったら怖いなと思ってるぐらいやな。で、これは私の落ち度や。村としてダメやけど、さらっと聞いてたんで、5番さんがなんかみんなに頑張ってください、頑張ってくださいって言ってて、1番さんのシーンがある、1番さんの発言聞けてないとか言ってたの？ 1 番さんのシーンがあると思うんで、聞けてないけど、1番さんのシーンがあると思うんでっていう話やったんかな。だから、これは私の落ち度です。だから、黒打たれても仕方ないんかもしれんけど、まあ、村主張はしときますね。だから、まあ、5つって、7番さんがどこ、5、8、占って、まあ、真偽はつく感じやけど、7まで引き切って、もう対立する、対抗発言するしかないよね。あなたの発言です。はい、7級ローロです。はい、占った理由ですか。
6番の人狼なら投票行動で4番っていうのは釣れるんですよ、次の日。クロストで。うん。だから7番の占いってマジでおかしいんですよ、本当は。うん。5番か8番に色つけるのは普通ですよ。うん。で、村が夏に7番をなんか死んだって言ってるから、一応8、9だったら9番の占いました。9、8、9対比したら9番の方がなんか黒いんですよね。8番に乗っかって7番が死んだの一点張りなんですよ。うん。いや、考えるべきでしょ。6、7、1。どこにも芯があるはずなんですよ、9番視点は。色見ない限りは。うん。僕は6、7陣外分かってますよ。うん。でも、なんか8に乗っかって、7番が死んだの一点張りなんですよ。6、7、6番、1番の芯を全く見ないとか、5番怪しんでるとか。でも本当ブレブレですよね。うん。5番怪しんでるのに今度は8番ですか。おーんって思いますけども。はい。まあ、7、9、ローロだったってことですね。6番が強靭で、5番に白だったんだね。はい。まあ、7番行ってください。あ、まあ、7キロローラどっちでもいいでしょ。うん、7番行ってください。はい。なんて言えばいいんだろうね。9番の1周目の集中力がないところとか、わかると思いますけども。2周目7、座沿い7番死んだと言ってる。8番って6、7、1周目に精査した上での2周目7死んじゃねえかって言ってるだけで。9の人って、そういうものが全く6、7の審議を1周目してないのに、2周目当然7番が死んだの一点張りだったんで。はい。まあ、8番と9番では、おかしさは9番の方にありました。4番はだから、6ローだったら4番釣れるから放置してました。はい。占うところは8番か9番だったので、占った結果9番黒でした。7、9ローローです。以上です。はい。2番。あ、こんにちは。うん、多いよね。発言します。はい、2日目よろしくお願いします。まあ、結果かりとも1番さん今日釣るんですけど、まあ、7番さんの視点で、まあ、1番さんもおっしゃってたけど自分5番さん裏釣れるかなと思ってたんですけど、どうだろう、7番視点って多分7番さんがローだった時とかって今日普通に黒打ちどこだと思うんだけど、そこで4番さん相手裏白っていうのも微妙なところであるんですけど、ただ9番さんに対して思ったのはどうだろう、じゃあ9番さん本当にあの狼かどうか分かんないですけど、たとえ狼だった時って8番さんに今日になって目線向けて、うん、8番さんに喧嘩売り始めてどうだろうな、最終日こう戦える準備としては自分ちょっとこうなんだろうな、もっと5番さんに目線向けた方が7球だった時ですよ、こう最終日向けてそこにファイティングポーズ取んないと厳しいんじゃないかなと思ったから、うん、なんだろうな、8番さんに目線向けたとこっていうのはなんかこうちょっと村っぽく見えちゃったんですけど、まあいずれにせよ7番さんの結果見てからまた明日考えたいと思います。はい、4番さんはいずれにせよちょっと自分視界から外れてるんで、そうですかね、そんぐらいかな。はい、1番さん投票します。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは、1番、3です。あなたの発言です。はい。6番の強要素。まあ、なんか HP の高い8番を人狼にしようとしたとか、なんでしょうね。盤面シーン持ってる1が死んだと思って、1番をロー、だけ言ってるとか。うん。あの時に9番4番に全く触れないとか、そういうところですよ、強要素。7番と9番のつながりは、もう、あれですね。1白が出る前提だったから1番を強靭にしたんですよ。人狼もあるでしょ。てか、むしろ人狼でしょ。どっちかっていうと、3人目って。うん。1番が釣られる流れた場合、白が出た場合に強靭塗りして、で、最後に、まあ、戦うために1番を強靭塗りした。普通の視点は1があろうですよ。うん、はい。7番視点は、普通は、はい。白結果が出る前提だったっていう。9番も、今は、9番の視点の中で6、7どちらかに芯がいるという設定だったけど、初日がもう7番芯しか追ってないっていうところだからもう7、9ってことです。はい。
や襲撃されたのは2番さんです。4番さんが発言します。はい、なんか正直俺1番さんがね真に見えないんすよ。なんか俺のことをまあ占わなくても釣り切れるって言うけど、多分村全体で考えた時に絶対真だったら釣り切れるっていう感覚で弾きはしないと思うんだけどな。で、一番さん自身がじゃあ村っぽいっていう評価観点があったんであれば自身に対して別だけども、一番さんって2週目の発言から4番を疑う視点は少なからずあったと思ってるから、でそこが9を黒出したで、いうところで、7番さんが、いやどうなんだろうね、俺6番さん真、7番さん強、1番さんローぐらいで見てんだよな、正直。だから9番さんって、その確かに8番さんになんか、乗っかったかのような、プラス、まあ、9番さん自身もでも認めちゃってるんだよね、5番さんに対して。それはなんかローっぽいなとは確かに、昨日の発言では思ったんだけど、それまでは別にっていう、9番さん単品で確かに気になっちゃうんだよな。そうすると5番さんが、納得ってなっちゃうんですよね。どうしよう。そうすると7番さんが、まあ、5に黒。いやちょっと、わかんなくなってきちゃったな。ちょっと7番さん、つるんだけど、7番さんの発言も聞いて、考えます。まあ、全体、プレゼントも聞きます。5番さんが発言します。人外、人狼と狂人が落ちてるわけじゃん。だったら今日私が釣れば、もう終わるっていうことだよね、7番さん目線。じゃあ今日私釣りでいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。今日私釣れば終わんないから、それで7番さんって破綻しますよね。で、その後、まあ誰か噛まれて3人残ると思うんですけど、で、7番さん、あ、違う、何アホなこと言ってんだ。最後まで戦ってくんね。最後まで戦って負けたらいいじゃん。5人盤面だから無理。7級ローローもあるから。5番釣られたら確定負けだろ。7番陣外だろ。で、8、9、4に陣外いるだろ。格負けだから。ちゃんとやってくれよ。もう。7番さんが発言します。はい、もう5番さんが分からなくなったんだと思います。あの5番さん目線っていうか、みんな目線、6番さん落とした時に2番さんの霊能結果で6しろって出てるんですよ。だから5番さん目線、1が死んであれば7級ローローになって PP で終わるんですけど、5番さん接続切れちゃったんで、あ、聞こえない、あ、それいつのチャットか分かんないけど、まあ自分喋っておきますわ。自分が人外だった場合って4番さんに黒出しとけば早い話なんですよ。だって6、4で7に来てるんだもん。それを4番に白出すって結構な利的というか、結構なあれだと思いません？自分にとって何の利もないんですよ。で、5番さんって1周目1番に入れてるんですよね。こっから5番に黒塗ろうなんて、そんなめんどくさいことすると思います？
でも4番さん白で、占って白で5番さん黒だから5番さんにもう行ってほしいです。なんなら決め打ってほしいけど、どうしても安定進行がいいって言うなら釣りは飲むけど、絶対に5番さん、はい、釣ってください。それだけは言いたいけど、今の5番さんの発言聞いて、7番を釣るとか悲しいことになると思うけど、マジで7番の芯決め打ってほしいって思ってる。だって、1番さん目線でもさ、あんまり、あ、そう、だからなんで9番さんに黒が塗られたかっていうと、2番さん、3番さん、なんならこの村全体で9番の印象ってあんまり良くないんですよ。だって自分自身でも言ってんだもん、自分が村陣営なら9番なんてめちゃめちゃ黒いって言ってるから、9番さんってめちゃめちゃ黒塗りやすい位置なんですよね。それでいて5番さんが、2日目かなの位置で、9番がめちゃめちゃ黒いから、6番芯だと思ってたけど、1番の芯めちゃめちゃあるよねっていう発言も、まあ、五一郎郎だったんかなっていうやつですね。はい、なんか芯決めるってほしいレベルなんですけど、ダメなんですかね。はい、今日5番さん行ってください。たまにはいいじゃないですか、5番さん行ってくださいよ。8番さんが発言します。うん、まあ7行くんすけど、いやマジでわかんねえ、マジでわかんない。確固たる新要素っていうのが全てにおいてなんかないなぁ。なんか、1、7、6のそれぞれが芯だった場合をずーっと巡って探してんだけど、もう、4、5、9が全てにおいて繋がってしまうから、全部追わなきゃいけないから、全部もう頭をパンパンって感じですね。はい。まあ9番は何だろうな、黒いっていうよりかは何か発言ができていない。三 c o じゃなかったら釣るべき存在だったかなってぐらい、この盤面下になった時にはもうそれが村なのか人外でやってんのかもう判別つきませんって感じですね。みんなしてん、俺弾いてんすけど、いいんすかね。それは。まあ、繋がらないのか、俺逆に。一応色が死んだったら、6の新世界あるけど、8番白つけとくわ。7が死んだったら、6の新世界あるけど、6が死んだったら、感染で見てれば、ね。6が死んだったらあるのか。6が死んであるか否かですよね。まあ、7と言いますよ、確実に。はい。9番さんが発言します。すみません、もう仕事なんですよね。もう決め打つしかないわ。ごめんな。まあ、難しいな。まあ、8番さんが今のが失言だ。言ってるから決め打つしかない。怪しいよ。いや。9して7死んだから、決め打つも何も5番1本だよ。一号ローローだから、9して。でもなんか6番さんが、9か黒8、9で比べた場合、9か黒だと思う。9番って、黒って言った風に感じるんですよね。5番1まで5白だぜ。5番さんは絶対、6強時1号ローロー確定だで。しないやろうから、7番ちょっとごめん、もう無理や。決め打つしかない。7番を釣り切ろうとしてたようなニュアンスが 1% でも入ってる発言になりません。投票を行っています。1号ローロー6強時。そのままお待ちください。決め打つしかないじゃなくて、決め打ち 100% です。決め打てないかもしれないけど、決め打つしかない。うん。やるしかないなんて発言には実はならないんで、9番偽なんですよ。1号ローローは言えないってこととか。投票を終了しました。追放されるのは、7番の中で、決め打つしかないってニュアンスは、7番が、7% でも偽らって言ってるのと同じなんですよ。発言します。いや、決め打つところじゃなくて7芯なんですよ。7確定芯なんですよ。めちゃめちゃ頑張ってくれたんだなと思って、うん、その気持ちはあれだけど、発言だけ、発言だけ、発言ができないんだったら投票だけでもしてほしいなと思って、いや、なんかもう無理なんですとか、ちょっと面白かったなと思ってます。はい。いや、自分安定で釣られるのはもうしょうがないと思うけど、まあ、たまには真の占い師決め打って勝ちたいなと思った欲を出してしまったが、はい、5番さん必ず釣ってしまいって感じです。はい、以上です。9番さん、ありがとう、頑張ってくれて。まあ、投票だけはしてねって感じですね。はい。
夜襲撃されたのは4番仕事行く割に仕事行く割に多分ね5番9番3が発言します。後半1にしたかった。あ、4番3噛んでくれてすごい嬉しいな。後半4番3噛んでくれてすごい嬉しいわ。おばんちゃんも頑張れよ。すごい、私ね、7番さんの遺言聞いたときね、なんか97でやってんのかなと思ったの。なんか9番さん頑張ったんだねっていうなんか会話が、夜会話でなんか話してたのかなって思って。ただその前に9番さんが、なんかもう無理やって言って、なんか9番さんがね、なんだったっけ、もう決めるって言っている。あのね、9番がね、7を決め打つしかない。なんで言ってんのかなって思ったから、ね、その時に、私これ多分4番なのかなって思ったわけ。なんでかって7番を決め打つしかないは出ない。ただ7番の遺言聞くと、おばんちゃんに言うとニュアンス的にね、7番の偽を何パーセントか追ってるはずになるの。あ、もう9番さんが接続切れになっちゃった。うん、7番が真100%のその発言はね、5番、1号道路だから5番釣りますなんで、7番シーン確定だから。8番って結局どこもらわなわれてないし、7番を釣り切るしかないっていう、どっちなんだろう、この表現にならないんだよ。1号道路確定だから、7シーンだから。まあ、純粋に考えると、7、1が初日からずっと6を釣り殺そうとしている動きから、7が、7シーンでしかないから、5釣りなんですよ、もう。9を囲って、4番8番で決め打ってほしいっていうのがまあ正しいですよ。6、なんか1、7で6。しかない。この表現がね、7番の偽の可能性は何パーセントかあるような発言なんですよ。7が強靭であった1番が6に視線を向いたっていう構図なのかな。ちょっと8番の話も聞いて考えたいな。9番さん帰ってこないかな。わかんない。5番が天然すぎてやべえな。9番帰ってこねえかなって。8番、3が。発言します。まあこんな勝ち方嫌だったけど、9は最後投票してたけどね、7番さんいやー俺見てなかったけどさ、9番って接続切りになってた、途中なった、接続切りになってたら4番噛めなくね、まあ、4番噛んでくれて嬉しい気持ちはあったんだけど、そこだけ引っかかるかな。いや噛んでから接続入れたけどまあ戻ってこねえと思うから、遺言最後スキップしてね、5番ちゃん。なんか俺の中であるのが、7番が1番ってあの強靭だから霊の一角って言えたんじゃないのっていう発言あったんだけど、自分が狼だからこそ1番で強靭でっていう発言があったんじゃないかなってずっと思ってて7級だった時ってその発言はありえるよなって思っちゃってやんだよね。まあ本当にこういう結末はちょっと、いやでもこれさ、5番に投票したとしてもさ、9番投票できなかったら終わりじゃないっていう意味で、9番に行かざるを得ないんですけど、超固い進行は9戻ってこないと分かってんだけど、なんかね、俺ね、5番釣り最初の段階から5番はね、ちょっと村を感じちゃってたんだよ。スーパー固い進行はね、5番釣り。だけど、まあ、遅延だから。だからこそなんか、どうしても9番、超硬い進行。1号ってことでしょ。1号はね、ちょっと見えない。9番は多分、殺言から戻ってこない。仕事行ってる。うまいなって思っちゃうかな。だから多分もう、だとしたら多分、仕事行ってるって発言だから、仕事しながら人狼ゲーム開くわけねえから。どうしようかな。一般的にどこの会社だって話だから。7番さん、5番さん。多分戻ってこない。一般的には戻ってこない。わかんないよ。9番さんが人狼ゲームしてるって分かって、人狼ゲームぐらいちょっとぐらいやってもいいよっていう優しい会社だったらあれだけど、そんな会社あると思えないから、一般的には9番の人も会社行っていきなり出勤で人狼ゲームやってるっていう、投票を行っています、これはないから戻っては来ないから、まあ石橋を叩いて渡って5釣りでもいいけど、今回はね5釣りでもいいけど、5番が3日目から天然を発揮するっていう、あの9番の失言なんだよ。7番を決め打つしかない。いや、1号ロール確定だから7番死んだ。投票を終了しました。ニュアンス7番何パーセントかの偽が入ってる。追放されるのは9番3です。ちなみにね、1号ロールが言えなかったってのもあるけど、まあ、まあ、勝ててよかったわ。試合終了、勝利しま